旅行第39潜水艦は、日本海軍の潜水艦。旅35型潜水艦の5番艦。1941年の昭和16年度計画により、1942年8月8日、三菱重工業神戸造船所で寄九1943年3月6日浸水。1943年9月12日に竣工し、二等潜水艦に類別。 同日、マイズル陳述席となり、訓練部隊である、第1艦隊第11潜水船隊に編入された。11月25日、第11潜水船隊は、第6艦隊所属となる。1943年12月25日、第34潜水隊に編入。12月28日、三39は、マイズルを出港し、 1944年1月6日にトラックに到着。17日、特設潜水母艦、平安丸に横付けして、補給を行った後トラックを出港し、ウォレアイ干渉周辺海域に進出。30日、ウオッゼ北東200海里地点に進出した、米機動部隊の迎撃に向かうよう命ぜられる。2月1日、ウオッゼ干渉。 マロイラップ干渉の航空機搭乗員の救助を命ぜられる。2月2日、ウオッツェ付近で敵に発見されたとの緊急通信を最後に消息不明。アメリカ側記録によると、同日夜、ウオッツェ付近で米駆逐艦ウォーカーがレーダーで浮上している潜水艦を探知し、照明弾を発射して潜水艦を照らし出した。すると潜水艦は緊急通信を発信した。 あと急速先行していった。ウォーカーは先行した潜水艦をソナー探知して追尾し、その後爆雷攻撃を行い潜水艦を撃沈した。これが、両39の最後の瞬間であり、第34潜水隊司令、清水太郎大佐、艦長の館上陸太正最下乗員70名、全員戦死。沈没地点は、ウオッツェ付近。 北緯09度24分統計170度32分、北緯9 2 4 0零度統計170.533度、9 2 4零0 1 7 0 5 3 3 3月5日、ウオッゼ方面で防止と認定され、4月30日に除籍された。ハンディバン日本海軍官邸写真集20巻95ページでは、1月22日、ありがとうございます。